目くらましの道は、ヘニングマン・ケルジョによるスウェーデンの警察小説、クルト・バランダーシリーズの第5作である。2001年度、クアゴールド・ダガー賞受賞作品である。1994年6月21日、イースタッド警察のビュルク所長は、その日をもって体感することになっていた。農夫から、自分の名の花畑に不審な女性が入り込んでいる。 という通報が入ったが、パトロール警官がすべて出払っていたために、バランダーが現場に向かったところ、その女性は彼の目の前で昇進自殺を遂げてしまった。バランダーが自殺した女性の身元を調査していると、今度は海岸で元外務大臣のグスタフ・ベッテルステッドと思われる男性の他殺死体が発見されたとの通報があった。バランダーらが現場に赴くと、ベッテルステッドは、 背中を刃物で割られており、頭皮を剥がされていた。決裁の前夜に自宅でパーティーを催していた画商のアルネ・カールマンが自宅の庭園で頭部を刃物で割られ殺害されているのが発見された。カールマンもベッテルステッドと同様に頭皮が剥がされていた。ありがとうございます。